皆さんこんにちは。今日はね、これから午後から観光だね、今日、明日、明後日とちょっと大阪を満喫しようと思うんで、まあ、定番の道頓堀とか西成ずっと行きたかったね。食い倒れの街大阪を満喫しようと、食い倒れてみる、今日は何も気にせず食べたいものたくさんたらふく食べようと思う、はいね、チートデイ3日続くことです。そう、ということで、これから今京橋なんだけど、車で難波に向かってこれから出発します。もうすぐ2週間なんですけど、観光的な場所、大阪らしいところって、昨日でも大阪城行った。昨日大阪城行った。で、あと最初にあそこ鶴橋。でもそれ以外はね、もう本当に普段の日常生活というか、あそこ駐車場あるじゃん。うわ、ダメだ、最大に2000円休日だしね。これ1100円。ここは1000。あ、違う、もう一個向こうにある。もうちょっと広い。これはここも1100円。うん、じゃあちょっとこう候補に入れる。左です。あそこ1。はい、OK。どこ？自由券。並んでる。まずせっかくだから並ぼうよ。これをこう、なんだ、潰して、潰れないよ。うまい？どうでした？え、美味しかった。普通のカレー。あれが並んでんの。みんなで食べますか？食べ歩きですか？食べ歩き。ソースマヨネーズ全部かけていいですか？早抜きで。かしこまりました。ありがとうございます。はい、待って、またまた来ますよ。すごいトロトロ、これも。カレー。でもこの間の方がトロトロ。ソースは？ソースはこっちの方がうまい。表面はこっちはあんまりカリッとして。食べてた。静かにして。なかなかね、ちょっと駐車場見つからなかったけど、ようやく見つかった、駐車場を見つけるのが大変だったね。この街にいる人全員酔っ払ってる。上野よりすごい。上野結構だけど、上野超えてる。上野超えてる。そう、待って歩けないから。なかなか怖くてお店に入れなくてね、ようやく見つけた。こっち側の方がまだちょっと安心。ありがとうございます。じゃあこれで一品と一杯をできるだけいろんなところに。
すごいよね、全部カラオケ、すごいよ。日本じゃないみたい、日本じゃないみたい、本当。二軒目。え、なんて読むんですか、お店の名前。心一気、心一気さん。心一気。はい。ミックスホルモンと豚バラスナズリ、うん、おー、うまそう。うまい？ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。お世話様です。今のホルモン超うまかった。心一気。で、最後に、もう一軒さっきのところ行って、であと100円お好み焼き食べて、それで帰ろう。1個ください。2個ください。昔みたいね、そんな元気ないけど気力もないね、うん、どうでもええわ、意味ないわ、100円。そうだ、もう終わりだって。そう、なんか西成は鶏ホルモンが有名みたいな感じの食べたかったんだけどね、うん、なんかみんな早いって言ってたね。朝7時ぐらい、朝の7時ぐらいからやってて、日中に飲む場所だから夜みんな早いんだね。今度は朝、昼間来ないとダメだね、うん。じゃあ今日はゆっくり映画でも見よう、この後。うん。ね。みーちゃん。なーにー。雨だね。うん。じゃあ今日はさ、ちょっと静かなところで、道の駅かなんか行って、一日ちょっと過ごそうよ。うん。町から離れよう一回。うん。ステージダメ。これは卵だな、お前。ステージの。じゃあ上手にさ、座ってるけどダメ、それ。ほら。もうロックされてんのね。いつも何やってんの？レイちゃんの真似してんの？悪いこと真似しちゃダメだよ。道の駅、千早赤坂。目的地までおよそ27km です。1時間5分ぐらい。今日、明日。雨。昨日のさ、この三角公園の周り、雨降ってるからさすがに、うん。雨の中で、道路に寝転がってる人はいないけど。寝転がってはいないけど。もう飲んでる。もう飲んでる。すごい。すごい。すごいね。でもすごい場所だったよね、ここ。うん、もうほんと。飲み屋しかないもんね。商店街すべて飲み屋。あ、この千早赤坂ってとこに行ってみようかと。あ、これ2キロ。道の駅、うん、千早赤坂。見て、スプリンターだ。スプリンター、しかも四駆のスプリンター。超かっこいいんだけど。見て。ほら、何？うん、いろいろ。あ、そうだ。うわ、ヨーロッパで来てんだ。ちょっと話聞く？うん。これ。あ、もう行っちゃうかもよ。ちょっとここにじゃあ止めないよ。待って、ここから。止めちゃう？あっちに、あっちに。あそこに止める。シャンピエア。シャンピエア？イエス。シャンピエア。あの、トモ。トマ。トモ。はい。フランスから、うん、いろんな国にもう送って、でその国を旅して、もう世界中アメリカ行ったりアフリカ行ったりしてる。かっこいい。あのスプリンター版、日本には今3ヶ月いる。
どこ、どこ行ったんですか、日本。北海道行って、佐賀行って。すごい、あっちからこっちまで。So we just started traveling from this last month. Okay. Yeah, because I just, you know, came in and then saw your car and then I found the number, it's European number. Yeah. So I was wondering, oh, you're traveling from Europe. Yeah, cool. That's so nice. Ah, so. なんか変わったあれだね、うん、道の駅だね。いいね、美味しそう。カナダカレー、おにぎりランチと愛はカレーね。さっきのスプリンターの人は、うん、で旅行を始めて4年だって、うん、でこのあと日本終わったら、韓国に送って、でそこからまたヨーロッパ経由して戻るみたいな。すごくない？これね、2回目だよ。あそこ新潟か。新潟のマリンドリームってとこでね、ヨーロッパナンバーつけた、あれはね、デュカトだったかな、見つけたの。あの時は話聞けなかったけど、今回2回目、ヨーロッパナンバーついてたから、ああ、これ、あれだ、と。いずれやりたい。すごいよね。こんな車を送ってできるんだね。そうそうそう。なんか向こうのナンバーのナンバー。すごいね。よし、じゃあさ、温泉行こうよ。ね。天然温泉一の湯。マッサージある。そこまでの情報は得てなかったです。一の湯。すごいこのロックハウスとかさ、いいね、結構敷地広いね、綺麗にしてる。はい、じゃあ雨が止んだからさ、ちょっと散歩してから行こう。なんか動物の匂いするのかもね。温泉久しぶりだね、うん、いつもジムのシャワーだからね、うん、天然温泉一の営業中。とりあえずさ、あのさっきの道の駅のところがいいんじゃん。今日は車の中で料理だね、うん、ここはさ道の駅でさ、標高も結構高いのかな。すごく涼しくていいね、網戸でも。で、このね、これいいよね。この入り口が全部網戸になるから、これね、これすごい涼しい。ニンニク塩ダレに漬け込んだ。いいね、いい匂いするね。今日はなんかのんびりでいいね、でも。ずっと。朝から、午前中からずっとここだもんね。こっちはお風呂行ったりして、こういう日もいいね。宝物あった？ページとリッチはもうワンタル。